食べきれなかった時は持って帰れるようにマスターが包んでくれるんだに。サブレを皆さん、こんにちは。ただいまのアイロトーン時刻は2022年9月18日日曜日の午後1時16分です。今日は特にお知らせはありませんが、昨日は故郷の家族とビデオチャットしたんですが、父も母も元気そうで安心しました。あ、私ったら個人的なお話をしてしまってすみません。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう、精一杯お手伝いさせていただきますね。ということで、今回もやっていきたいと思います。今日はね、私もう勝手に一徹の家にお呼ばれする気満々で、きっと家に合うであろう和服でやってきたんやけどちょっと家におるかな今日。ごきげんようアイラさん、あなたに会いたいなって思ってたところよ。だってば世間話でもまさか島に来てこんなに仲良くなれる友達ができるなんて思ってなかったわ。人生何があるかわからないものね。だってばさ、巾着みたいなのあったらいいんやけどな。なかったっけそもそも。え、これはいねえじゃねえか。なんだいつ来てもいねえ。あ、どうしたアイラホ。ちょっと聞いてくれアイナ。オイラこの島から出ていこうと思ってるんだ。他の島の強いやつと勝負すればもっと強くなれるんじゃないかと思ってさ。へへ、腕が鳴るぞ中から。いやー、アイダホなー、違う君じゃないんだなんかこれ全然顔違くないお前引き止めてくれるのかそんなに目開くんやなっていう。普段こういう眠そうな目しかしてないのね。お前引き止めてくれるのか。チェ、そんなこと言われたらオイラ出ていけないじゃんか。しょうがないな、もうしばらくこの島とお前に付き合ってやるよ中から。いやでもさ、なんかお眠そうだな。パッチリになったなんかね、飛び盛りの頃に比べたら、なんか全然出ていきたいみたいなみんな言わんよね。だって、本当に全くログインしてなくっても言わんもん。てか、言わんっていうか、飛び盛りの頃って勝手におらんなとったよね。いつの間にやらっていう。アイナさん、お久しぶりですね。あなたがお元気にされているのは、風の噂で聞いてましたよ。なかなかお話できなくってちょっと寂しかったですよ。こんな小さな島に一緒に住んどるのにねどんだけなの。風の噂っていうか直接話せよって感じやけど。お、なんかルンルンで走り回りよる。よかったよかった。あらアイラさん、素敵ね。おしゃべりしよう。やりたいこととやらなきゃいけないこと、どっちも丁寧にこなしていかなきゃね。素敵ね。誕生日迎えてまた一歩大人に。なんかススキ持っとるよね、走り回りよるの。みんな持ってる。あらアイナさん、たふん話に来たよ。アイナさんは今日どんな風にお過ごしなんでしょうか。すごく興味があります、たふん。いやー、いつも通りのんびりのんびりと家で過ごしているかな。今日はあれよね、何も言われんかったってことはキャンプサイトには誰も来てないってことよね。あ、そうそう、こないだってでもだいぶ前か、常吉のところで買ったあの美術品をね、ちょっとまだ寄贈してなかったけん寄贈しようかなと。本物かどうかは知らんけどもとりあえずね、行こう。でついでに喫茶店も見たいし。グゴはっすみません。こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか。寄贈する。おう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか。ワクワク。この手がかりの彫刻をどうぞ。これはかの有名な手がかりの彫刻ですね。想像してたよりもずっと手がかりの彫刻って感じです。はい。あーマジか。よく見たらこれ偽物じゃないですか。とにかく偽物を取り扱うわけにはまいりませんので、こちらはお返しいたしますです。はい。あー違った。いや、ヒエログリフみたいになっちゃうね。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか？間に合ってます。そうですか。では、自由にご見学ください。くそ、なんてことだよ。あ、めっちゃ響く。これ。下駄の音めっちゃ響く。お、あれはウリちゃんじゃないのかい？鼻水垂れてるよ。あ、アイナさん、こんにちは。あれやね、ほっかむりしてないけん、すごい新鮮な感じがする。何それ。え？あれは何？なんかマスターの顔や。パンケーキ？クッキー？いや、クッキーにしてはでかすぎか、1個。かわいい、めっちゃ。サブレ？これ、あ、鳩サブレか。なるほどね。なるほどね。そういう、何？喫茶店のメニューに鳩サブレあるん？サブレをかじるときはね、ボロボロこぼさないように集中してるんだに。美味しいよね、鳩サブレ。すごいなんか、シンプルに美味しいよね。カブを頭に乗せるのは簡単そうに見えて、実は大変なんだに。こんな喋り方やったっけ、ウリちゃんって。バランス感覚とかいうのがないとすぐに起こしてしまうからね。ほら、それがすごいってばっちゃんに褒められたんだに。語尾こんなんやったっけ？もはや覚えていない。急いで飲んだらやけどしちまうから、ちゃんとフーフーした方がええよ。いや、私はね、めっちゃぬるいぐらいがちょうどいいかな。暑いのは無理でして。この椅子、背が高いから足ブラブラできて楽しいだに。座った状態の時はいいんやけどね、ブラブラもできんくね、それ。完璧に乗っとるよ、足。つま先まで完璧に乗っとるけど。ちっちゃ。ほら、サブレなんてもうこの島で初めて食べたんだに。すんごく甘くて美味しいんだ。マジか。ここに来るまでサブレ食べたことなかったの。あ、もう繰り返しになったね。ばっちゃんのカブは新鮮なうちが一番美味しいけど、マスターのコーヒーも出来たてが一番美味しいだに。質問されたってことかな。私はコーヒーが好きではないのでわからんけど、出来たてがいいんかな。私はホットミルクとかもぬるいぐらいがいいもんな。食べきれなかった時は持って帰れるようにマスターが包んでくれるんだに。サブレを食べきれ、それぐらい。お、もう繰り返しかな。でもカブってさ、いつもほっかむりみたいなんで固定してないっけ？え、してなかった？頭の上にカゴ乗せて、その上に、その中にカブがあるんやったっけ？今日はいいお天気だね。こんな日はばっちゃんのカブもぐんぐん育つだに。外結構風強かったよ。お、以上かな。繰り返し。ってことでマスター、いらっしゃい。くださいよ。どうしました？コーヒーください。こっちから話しかけたら2回話しかけんとくれんのよね。コーヒーのテイクアウトですね。1杯300ベルですけど。お願いします。かしこまりました。またお持ち帰り用のカップにね。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。お、なんだ？お、これか？ハトノスでコーヒーを飲もう。博物館の2階にある喫茶ハトノスではこだわりのコーヒーが提供されてるだもん。お店に通ってコーヒーを満喫してもらえたら、通った日数に応じてマイルを申請するだなもん。肩書き、香ばしい豆ゲット。よし。あ、これで5回目なんよね。このさ、なんかきっちり窓の外にね、落ち葉が、ほら、落ちてきよるのめっちゃ細かくない？すごいよね。そんなところまでリアルだわ。ただ水族館とか、昆虫のところよね。あの辺はちょっとそこまでリアルじゃなくてもいいんじゃないかなと個人的には思うんだけども、あれ私ここむしったっけ、いや今あれかまだ開く前の段階か。おさいさんアイラじゃないか、姿は見かけたけど面と向かって喋るのは久しぶりな気がするよ。まさかあんたうちに声かけるの遠慮してんじゃないだろうね。このおじおしぶり嫌いに見えるかい。見えないだろパネ。私の方は見かけてもなかったんだけどな。いつどこで見かけられたんだろうかならね話しかけてくれればいいのに。よしちょっと次の埴輪をここに。なんか昨日埴輪なかった気がするんよね。よいしょ。このさ何外に設置しとる家具とか道具とかああいうのをさこうすって片付けれんようにロックかけれるようにしていただきたいんやけど、それはそれでなんかね しまえんとかしまう時にめんどくさいとか思うかもしれんけど、なんかたまに足で掘った穴を埋めようとした時にさ近くに置いとる家具まで一緒にしまってしまうのがめちゃくちゃうーってなるんよねしかも微調節しておいた家具とかやったらさそこじゃないんよなみたいな。収めスロもう一回微調節して置くのがねめんどくさいんよねなんか最近サメ率高いね。いいことだわ。いやリアルやったらねこんなにサメ出たら怖いけど。おこれコバンザメか。コバンザメを釣り上げた。サメじゃないのね。コバンザメっていう名前なのにサメではないのか。何なんだ魚。サメは魚じゃないのか。哺乳類ってことかな。なんか最近大きめのトンボばっかり見とったけんめっちゃちっちゃいなねさっきのトンボめっちゃちっちゃかったよね。あそう今の釣っとけばよかったかな。えあ、誰か摘み取ったなって思ったけど新しく増えとんか。あ、誰かしらが水やりをしてくれよるけんあざす。しょっちゅうね家の前でマミーさんが水やりしよるのを見かけるんよね。隣人やけんはいということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ちょっとこのね一徹の家に行くためだけに着替えた浴衣お祭りでもないのにすごい悲しいんだけど。